はい、ありがとう整体の平野です。肋骨調整をね、今細かくやり始めたんですけども、先ほどのね、男性で言うとですね、この仰向けに、例えば左側の肋骨をね、緩めていって、チャクラ療法で緩めていって、こう寝た時に、まあ足側からね、こう見た時にね、この胸がもう全然こっちの左側がボコンとこう膨らんでいる状態を見て、本当に自分でもびっくりしてしまいました。これはね、女性のこのバストアップにもね、使えるじゃないかなっていうふうに思います。肋骨が、膨らんで持ち上がれば、これウエストもできるしね、その分だけヒップもアップするという形で、美容整体にも使えるのではっていう、本当にね、改めて、思うわけなんですけども、とにかく皆さん、スマホ、パソコンで、体を潰し、で呼吸を浅くし、で目線でこうねじってこう見る、そんなねじる、潰れてねじって、石灰化で固めて、呼吸が浅くなる、そんな現代人にとってね、このチャクラ療法で肋骨を緩めるというのはね、非常に重要だなということが改めて思い、直しました。でこの肋骨を緩めるためにはね、足の裏がしっかりこう大地を掴む、究極のこの S 字カーブを戻す、巻き方であるね、腕の緊張を取る、で、潰れている細胞を膨らましてあげて、ねじれを取ってあげて、そして守るための緊張というものは皆さんガチガチに入っているので、まあ、それをね解除して、そこから、この肋骨を緩めていくことが始まります。まあ、あとこの背骨のにもね、この12対ずつこうついてるんですけども、まあ、とにかくね、この肋骨を緩めるために、まあ、少しね、やっぱり回数は、これはもう本当に必要だと思うんですけども、でも、肋骨が緩んだ時のね、まあ、快調さは多分、かけがえのない感じになると私は思います。当然、呼吸もね、深くなる。そして歩くときに肋骨がこう動いて、蛇腹に動いて内臓をマッサージしてくれる。でその背骨を通して脳をマッサージしてくれる。まあいいことずくめではないかなというふうに私は思います。肋骨調整もしてきましたけどもね、改めて細かくやるようにしたことによって、とんでもない整体にね、駆け上がれるのでは、まあこれは期待ですけどもというふうに思っております。東京と愛知でやっていますけれども、整体師養成塾もやっていますので、ぜひねこの、肋骨調整までね、ぜひ学んでいただいて、一緒にね成長していけたらと思っております。よろしくお願いいたします。